危ないですから。
それでその3月10日は夜中だったので、私は家に帰ってきちゃって、本当はそのおばの家に泊まるはずだったのね。その日 いつもあの近くだったもんだから泊めてもらうと、あの朝が楽なので。だけどその日なんでだか家に帰ってきちゃったんですよ。その晩にそのビンミリュクの襲撃が、でそれでもうこの世田谷のこの船橋のね、あれからでもね、空がもう真っ赤にね燃えてね、夜中空襲がかかった時、すごかったんですよ。で翌朝そのおばが一体どうなっちゃってるかわからないので、それですぐですよ、翌日の日あの朝だから、もうこうなんかそのなんか焼け跡からゾロ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 そのなんとか命を流れた人がもうすすだらけでね、真っ黒のあのすすんで、目がもう充血して真っ赤でね、それで下駄片っぽだけ履いてたり、バケツ、焼けたバケツかなんかになんか自分の身の回りで残ったものかなんか入れたのぶら下げたりして、そういう人たちがどんどん道向こうの方から歩いてくる中を、私は逆行しておばの家めがけて行ったわけですよ。で、あるいは避難してるかなと思って避難所も3カ所ぐらい歩きで回ったんだけど、もうとてもじゃない、全然見つからなくて、それで各こう焼け残った教室にもう半分焼けてあれして避難してきてる人とか、もうそれから担架に乗せられてもう息も絶えられない人とかね、運ばれてきたりと、もうその中ずっと歩いてきたら、もう本当にね、あの半日ずっとそういうとこ歩き回って、それで見つからなかった、見つからなかったから一応まあ家に帰ってきたんですけどね。それで家に帰ってみんなにその話をして、もう涙が止まんなくて止まんなくてね、こいつらが面白いね。低身体っていうのがあって、それでその低身体にかかるとどこに行かされるかわからないので、あの村長さんがあの親戚だったもんで、村長さんに頼んで村役場に入れてもらった。終戦まではなんとか役場 で終戦の天皇の玉音って、その頃玉音って言ったのよね。その玉音を聞いたのはその役場にあった、あの陰にあった色ばたのところで、役場の職員一同みんなかしこまって座って、それでそのラジオから流れてくる天皇陛下の言葉を聞いて、あ、戦が終わったっていう感じで、負けたとかね、そんなことよりね、終わったことに対する安堵感の方が多かったね。その時はやっぱり嬉しかった。終わったことに対する安堵感の方が多かったね。もうその時はやっぱり嬉しかったです。